三方岩岳は、石川県白山市と岐阜県大野郡白川村に、またがり、両白山地の北部に位置する標高1736メートルの山である。白山国立公園内にあり、日本三百名山及び岐阜百山に選定されている。三方岩岳は、被害は、腰中岩、加賀岩の大岩壁に囲まれていて、この三つの岩壁が、三名の由来となっている。 越中岩には、主験者が利用したと伝えられている、行者靴がある。威風堂々たる山陽の山である。豪雪地帯の白川村の世界遺産の白川郷から、春先遅くまで残雪を抱いた山陽を望むことができる。三方岩岳には二つのピークがあり、南東側が最高地点の三方岩岳、北西側が三方岩岳展望台である。白山白川郷 ホワイトロードの駐車場から校舎の三方岩岳展望台への遊歩道がある。周辺の白川村は冬には日本海側の気候となり晴れの日が少ない。日本有数の豪雪地帯となっている。またこの積雪が多いことが白川号の観光の魅力となっている。かやぶきの合掌集落と高く降り積もった雪が冬の風物詩となっている。4月中旬には 白川郷では雪が消えて春が訪れる。山腹の北側を幕く白山白川郷ホワイトロードは除雪作業を行うことにより、例年6月初旬頃に開通となる。三方岩だけの展望台からは360度の展望が得られる。遠く東側の人形山や猿ヶ番場山の奥には北アルプスを望むことができる。南側にはどっしりとした 白山の山陽を望むことができる。山頂に三角点はない。三方岩だけの展望台には、氷柱と休憩用のテーブルと、ベンチがある。白山白川号、ホワイトロードに合流する、分岐道のすぐ先の連魚台には、駐車場とあずま屋がある展望台があり、眼下に白川号を見下ろすことができる。また東側には、人形山などの山並みが見られる。山頂直下には、 絶壁の被害輪があり、この北側を巻く登山道がある。三方岩だけの山頂は、大白びそなどの新葉樹林に覆われている。春先の残雪期には、山頂付近の新葉樹林は雪にうずもれるため、北西方面に、大井が竹と大笠山が望める。鶴平新道から望む大久保沼大久保登山口の南には、大久保沼があり、水場省の群生地となっている。 鶴平心道は、旧坂が続く船林で、その両線上からは、眼下に、小川の鳩谷ダム湖が見下ろせる。赤、遠山の先で、北重層路に合流する。南の野屋掃除山へ進み、さらにその両線の北重層路を進むと、両白山地の最高点の白山に到達する。北へ、両線に沿って進むと、馬狩り掃除山のピークがあり、一旦折旧坂を登ると、 左岩の絶壁上の三方岩竹頂上に達する。次の北西のピークが三方岩竹展望台である。中腹の登山道にはブナ林が広がっている。岩なし、岩ハぜ、白山尺投げ、御前立花、岩鏡などの鉱山植物が見られる。三方岩竹から望むいが竹と、大笠山三方岩竹から望む残雪の白山山腹のブナ林などに生息する。 日本カムシカ小川の西側に位置し、その反対側の小川の東側を根には、三ぼろ湖を挟んで、猿ヶ万馬山がある。両白山地の主要線上にあり、北側に、久子、丹山、国見山、千人屈竹、久我、竹、大笠山、大門山などの山々につながっている。南側は、馬狩総治山、野屋総治山、妙法山、 白山などの山々につながっている。以下の源流の河川は日本海へ流れる。最寄りのインターチェンジは東海北陸自動車道の白川号インター。公共交通機関は小川沿いにバス路線があるものの、白川号の萩町から登山口がかなり離れており、登山口までタクシーを利用することとなる。ありがとうございます。